ございます。ごきげんよう。最高の天気、ね、もうまあもうピーカンで、ピーカンでちょっと古い言い方やけど、このスタイルで撮るの久しぶりやね。マジ半年ぶりぐらいじゃんなあ。いやしかもガンバじゃないっていうね、もうユニフォームから。そう、あれはるばるね、岡山の、はい、ホーム最終戦、いや、岡山まで来ましたね。来ましたよ。もうほんま一番おもろい時、今一番おもろい、もう昇格をかけた、昇格熾烈なありますしね。えし、ガンバのこと考えると、うん、マジで絶対自動昇格してほしいね。いや確かにな、プレーオフで対決なんかしたくないしね、ガンバサポ的にも。まあ岡山あるよね、今日はだから勝たないと、勝たないとちょっと横浜 FC の結果次第ではあるんやけ ど新しい毎日は始まらないよね。とにかく自分たちはまず勝つこと、昇格がかかってるからな。めちゃくちゃ人多いっす。むっちゃ多いよ。なんかまああんまりね、あんまりいっぱい映されんけど、めちゃくちゃ多い。いやなんですけど、まあちょっと、はい、今これ見てる方々には、ああ一つだけ絶対言っときたいことがあって、はいはい、マジで悪いこと言わんから、この動画最後まで見てくれ。確かにな、でももうサムネでバレてる可能性もあるじゃん。まあ、どう転ぶかちょっと分からんけど、まあ、一応言うとく、まあ、とあることがあってきてるという、そう理由があってきてるんで、うん、試合ももちろん大事なんですけど、うん、そちらもおいおいね、おいおい流れると思う。なるほど、注目してください。久しぶりのじゃあ Vlog 楽しんでいただいて、ありがとう。おわおわ、いいですね。始まってた、始まってた、始まってた。自動昇格もね、可能性もまあ残してたんですが、うん、そうですね、2対1で、はい、逆転負けてるので、いやーちょっとなかなか後半のシーソーゲームが、そうね、動画の最初の方に、はい、うん、マジで悪いこと言わんから、うん、この動画最後まで見てくれ。なんか仰々しく振ってたやつ。まあね、何かで言うと、うん、僕らその応援して愛してやまない、うん、チアゴ・アウベス、もちろん選手じゃないですか、ね、もう今や岡山の7番、7番、うん、チアゴ・アウベスのご友人の方とちょっとなんか知り合うきっかけがありまして、チアゴ・アウベスが本人がいつも感謝していますと、はい、なんか僕らのやってる YouTube を実はちょっとたまにインスタのポストとかをちょっと実は見ていたと、そう、応援してくれてるのをその感謝しているから、ホーム最終戦に招待したい、そうなんですよっていうふうに言っていただいて、はい、チアゴ・アウベスのご友人の方から、そう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 、その一応その、うん、ホーム最終戦のチケットをね、うん、そうなんですよ、一応よかったら出る、はい、出ると思うからということで譲っていただいて、そうですね、でまあここまでやってきたんですが、はい、ホーム最終戦セレモニーで選手がね、うん、回ってる時に僕このブラジル国旗をね、うん、はい、掲げてましたよ、掲げてたんですよ、はい、でほんなら、うん、前にそのご友人の方が前に行けと、うんうん、今と、今って言って、うん、何ですかって言って、浜口が行って、俺はちょっと追い切れへんかったけども、まあ、行ったら後ろから撮ってましたよ、あの一番前行った、はいはいはい、あるじゃないですか、あのスタジアムのね、端っこの客席、選手、下からチアゴ行くよって、下から強着用の強着用したやつ、そう、これを投げてくれて、で、ありがとうねって、ありがとうね、突然のことやったから、ありがとうって、で、俺もテンパってなんか、なんか何も言えんかった。ありがとう、びっちゃびちゃ汗。いや、そらそら、いや、本当ありがとうございました、本当にありがとうございました、まあ、ええ、これからもね、はい、まあ、日本、岡山にいるのか、はい、頑張り帰ってくるのか分かんないですけど、他のチーム行くのか分かりませんが、はい、もう本当僕はチアゴ・アウベスを応援していきたいと思います、はい、そして白井遥人も応援していきたいと、はい、いや、そうですね、白井選手も元気そうでよかった、はい、白井選手も久しぶりに見て、はい、そうですね、うん、また岡山に行きたいと思います、はい、行きましょう、ありがとうございました。